これからは右に傾く時代なんでしょうね。時事 .com 2024年3月12日極右ポルトのガルで躍進。ポルトガルやねんけど、欧州議会選ぶやつも議席増加、議席が増えるのか。記事によりますと、10日投開票のポルトのガル議会選の挙で、新興極右政党シエガってところは有権者の政治不信を追い風に躍進を遂げ、二大政党に次ぐ第三党としての存在感を確かなものにした。独裁体制が打倒された1974年のカーネーション革命から4月で半世紀、ポルトのガルでは歴史的経緯により極右への拒絶反応が強かったが、隣国スペのイン、同様スペインやけど、そうした政治状況は曲がり角を迎えている。欧州では2022年にイタのリアで極右中心のメローニ連立政権が発足し、23年のオランダ総選の挙で極右自由党が第一党となった。 EU って言われる欧州連合全27加盟国が6月に実施する5年に一度の欧州議会選ぶやつでも、極右は破竹の勢いを続けると予想されている。破竹の勢いって以前ネットの工作員みたいなやつがちくわの勢いって書いてた、思い出した記事戻ろ。ポルトのガル選管によれば、選挙管理委員会によれば、シエガーが総選の挙で獲得したのは48議席。党勢は、党の勢いは22年の前回選の挙で得た12議席の4倍に拡大した。中道左派与党の社会党は前回120議席から77議席に激減、79議席で勝利した野党社会民主中心の中道右派勢力は2増にとどまり、2つ増えたにとどまって、極右の台頭が浮き彫りだ。社会の魔女主義インターナショナル系に乗っ取られててんな。恐ろしいね。有権者がシエガーを支持する背景には、同党が掲げる強権な不法移民対策への期待のほか、左右二大政党への不満がある。左と右、私は常々日本においては右も左も保守言うてる連中も根っこが同じのマルクスって言ってんねんけど、8年にわたって社会党政権を率いてきた首相のコスタは、昨年11月政府主導の脱炭素化事業に絡む不正疑惑で辞表を提出。捜査当局は首都リスボンの首相官邸や関係省庁を固く捜索し、国内は騒然となった。社会統計に物事任せたらあかんねんって。しかしもうわちゃわちゃになって、それしか選択肢がなくなってたんかもしれんけど、今年1月には大西洋に浮かぶポルトのガル領マデイラ諸島で別の汚職事件が発覚。汚職事件、ビルクーポン、ご飯の件じゃなくて汚職。今度は社会党所属の自治州知事らが辞意表明に追い込まれた。選挙を選ぶやつは政治と金の問題が主な争点に。2019年の決闘以来、腐敗政治の打破を訴えてきたシエガーにとっては絶好のチャンスとなった。シエガーの党首ベントゥーラってのが選挙結果を受け、歴史的な結果だと歓迎。社会党と連立を組めば議会の過半数を占めることは明白だと述べ、政権参画への野心をアピールした。結局社会の魔女主義インターナショナル系っていうことやろ。あかんやんかいさ。ただベントラーは少数民の族の差別的発言で知られ、キャの部分さえねんけど、中道右派との間に溝がある。社民の党首のモンテネグロいうやつは選挙後シエガーとの協力を改めて否定。次期政権の枠組みは不透明だ、やって。政治の世界ってどこでも同じなんですよ。で、ポルトのガルはえらいことになってるっていうことですね。イタのリアなんて、いたいた、トモさん系の、トモさんは共産のことです。大統領輩出してしまってとんでもになってるからね。私戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんです。社会統計の肩書きが立派すぎる。素晴らしいとされる先生とお仕事をさせていただく光栄な機会に恵まれてしもって、
政治学者ってこの程度でなれるの？てか社会党って何なんていう疑問が。普通、その時の責任者の方が定年後に友さんの党員として生きる宣言をした。友さん共産やねんけど、あれ社会党信奉者ちゃうかったんって思ってんけど、社会党も友さんの党ももともと同じ組織やったんですよ。私は赤くて酸っぱい勢力の工作員みたいなことやらされてる連中とお仕事をさせていただいた。あの時は札の E しか見たくへんかってんけど、今となっては感謝ですよ。あれがなかったらここまで調べてないし、心の中がスッキリしてない。資本社会ともさ3つの主義があって、3つの主義しかなくて、これは世界を牛耳る大きな勢力の大元が作ったもので、揉めさせるためにも活用しとんねん。資本だけが自由に楽しく生きられるシステムになってて、世界を牛耳る大きな勢力の大元は国民が選んだという形を取らせて資本を潰させようとしてんねん。で、社会の窓主義の世界に誘って後に友さんにしていく世界を一つにワンワールドっていう計画を抱いとんねん。世界各国で王室が潰されて共和国制になっていった。それやってきたんが第1第2インターナショナル。ロシロシで大きな核の命が起こって、ロシロシ核の命、あれが成功してレニンのおっさんがほんまは0って伸ばす、マルクスレニン主義のレニンがコミッテル国際共産党第3インターナショナルに独立させた。そこに行かなかった連中が社会の窓主義インターナショナルに行った。余計な窓つけています。 A の愛ちゃんとの戦いやから。赤くて酸っぱい勢力ってお口べっぴん笑顔の悪魔やから、人に優しいみたいなめっちゃええこと言うてるように見せかけて中身ペラペラ薄々。仲間になったら必ず恐怖で支配しようとしてくる。あちらこちらに工作員ってほんまに多いんよ。石化工作員って呼ばれてて、石化っていうのは思想を友さんの主義に変えていくことやねんけど、以前ついついやってた時、今 X になってるところで、社会党も友さんの党も友さん共産やねんけど、同じようなもんでしょって書いたら、もっと勉強してください言うて長文がぐわー書かれてて、1,2,3といろいろ書かれてあってんけど、もっと勉強してくださいのフレーズ見て、あちらさんかいなってブロックしといたんですけど、1,2,3って必死すぎる長文読んでもらえると思ってんやろな。そんなん時間の無駄やから知らん顔推奨やで。思想を友さんの主義に変えないといけない使命がある。石化工作員がやってることって洗脳ホルグ罹患工作なんですよ。ホルグっていうのは仲間に引き入れて構成員にしていくこと、罹患工作っていうのは仲違いさせること。混乱と破壊を使命に動いてるから、そいつの心が混乱してお仲間にボコボコにされたらええんちゃうのっていう考え方、これが一番の対処法やと思うねん。無視、知らん顔、省エネ対処法。日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中おるやんか。それも石化工作の一つやと思うねんな。で、保守保守うるさい連中って自民の票を割らそう割らそうとしてきてんけど、自民の票割ったらあかんねん。いやでも自民しか選択肢がない状況にいるのが我々日本国民。自民の先生とんでもだらけって思うでしょ。もっととんでもなのが民主系、維新にも民主の連中わんさかおるがな。今現在の野党はオール酸っぱい赤い連中なんですね。鳩山の幸男が民主作った時、社会党の連中が紛れ込んでるからダメなんだって言われてた。社会党が社会の窓主義インターナショナル、実に恐ろしい国際組織に加盟する厄介な連中の集まり。社会党系のヤバさ先人の書では分かれへんかった。それもそのはず、戦時中までは社会党ってええんちゃうかなって思わせてた。日本はドドイツと板野リアと組んでましたよね。ドドイツのひーちゃん悪者になってしまったけど、ナチナチって国家社会主義やってん。イタイタのムッソのリーには社会党やってん。私ひーちゃんのこと調べたら、彼は利用されたんやろな。社会党の本質知らんかった。私たちが見せられてるものって、おそうめん劇場、おそうめん劇団員の寸劇。おそうめんって自由なおそうめん屋さんとも言ってるんですけど、自由フリーおそうめんメイソン、有名な秘密結社で石工さんの集まり、そこに入り込みはったんある勢力があんねんけど、ここめっちゃ詳しくお伝えしたいねんけど、それはダメみたいなんで、おそうめんってあだ名つけてるんですけど、おそうめん劇場、おそうめん劇団員の寸劇で、何か大きな事件事故があったら私おそうめん探してしまうんですよ。おそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しかトップになれないところが、お米の国って書くところ、雨の理科、今現在でんでんじいさんがやってるところ。おそうめん屋さんって第三インターナショナルコミッテル国際共産党の指導団体でもあったんですね。それと、日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中の、保守の代表格のおばちゃんが、クリスチャンサイエンスモニター、宗派関係ないキリストさんの日刊誌にお勤めやってんけど、そこがおそうめんと共生関係にあるんですね。クリスチャンサイエンスモニターは、T1 教の会の世界の日報と提携してて。だから、あの人、T1
T1 協の会の千日クラブで見つけたんやな。私お隣の週の協大嫌いやねんか。都合理地味より霊感商法合同結婚式でおなじみの。もうそうやけど、もともとあそこちょっと無理なので、新日で活躍してんの見つけてから、心のシャッターガラガラガッシャンなので、15年以上見てないです。クリスチャンサイエンスってニューソートの基礎になった収納教で、信者さんにおそうめんに入っていいわよって宣言してから、強制関係にあるって書いてあってん。これは、ビヨンドシークレットっていう、ザ・シークレットも怪しいもんやで、を題材にした暴露本に書いてあってんけど、私はスピリチュアルウォッチャーなんですね。スピリチュアルをありがたいものとして見てるのではなくて、キーブもこれ何って観察してきた。20代後半でスピリチュアルの勉強会行ってきてって言われたから、行ったらキーモーって、そこからスピリチュアルウォッチャーやねんけど、10代後半でジョセフ・マーフィー先生っていうニューソートの牧師の書籍一生懸命読んでて、彼の言ってる潜在意識の活用はほんまにすごいなって転職した時に実感して、スピリチュアルウォッチャーになってからニューソートと翻訳家が詐欺師であることに気づくんやけど、島津の光一さんっていう方が悪徳商法である催眠商法を考案したやべえやつで、社会問題となって日本にセミナーを定着させた。自己啓発セミナーめっちゃ儲かんねん。カリスマ商法、情報商材でガッポガッポ。もう一人謎の翻訳家がいて、大島の純一さん。この方何やってんのかなって調べた時分からへんかったんけど、十数年前、もう15年前ぐらいなんかな、カミングアウトして発展。T1 協の会&お幸せ御用達の渡辺の正一先生やって。だからあの方、T1 協の会の世界の日報を絶賛する記事書いてあったんや。怖っって。スピリチュアルってそんなもんやねんけど、ジョセフ・ラーフィー先生のおっしゃってることは、本質をついてて、あの方、イエズス会の信者さんのご家庭に生まれて、悪性の腫瘍にかかってしもた。そこで当時すごいってされてた心理療法、潜在意識の活用やったら、悪性の腫瘍が消えて、単純にその凄さを牧師として話してただけっぽいね。教会やセミナーに行ってしまうと、革命戦士みたいなこと鳴らされてしまうんやんなって見ててんけど、クリスチャンサイエンス作ったんがおばちゃんで、3回結婚してて1回目のご主人が早くに亡くなられてんけど、おそうめんの会員やってん、そこで多分白羽の矢が当たったと思うねん。べっぴんさんやったやろな。おばちゃんは狐付きでも、霊能者でもなかったみたいで、当時すごいってされた潜在意識の発見、潜在意識の活用を取り入れたらすげーってなって、信者さんがピャーって集まって、おそうめんに入っていいわよって宣言なさったところから強制関係にある。潜在意識発見したフィニアス・クインビーさん、まさか収納教に取り入れられるとは思えへんかったってことじゃないの。とにかくですね、私たち日本国民は赤くて酸っぱい勢力にパックンチョされないように、自民しか選択肢がないことを肝に銘じるべきなんですよ。国民が選んだという形を取らせて社会の窓主義の世界に誘われると、とんでもないことになるので、右も左も保守言うてる連中も根っこが同じのマルクスやわ。保守保守うるさい人たちがどんなに扇動しようが、諦めて自民に入れるしかないねんって。